はい、皆さんこんにちは。今回はですね、美脚を作るためのトレーニングメニューを紹介します。まず皆さん、美脚というとですね、スクワットとかもしくはデッドリフトといって重たい重りを扱う、しっかり下半身をね鍛えないと細くならないと思っている人がとても多いのですが、女性の足というのは男性と違って鍛えて細くなる人もいれば鍛えて太くなる人もいます。そのパターンによってはですね、運動を全く若い頃からしたことがない人、もしくは学生の頃とかに運動部だった女性、それぞれね筋肉の質が違いまして、同じようにトレーニングをすれば細くなるという場合ではありません。なので今回はですね、どういった方にも足が細くなるためのトレーニングのメニューを紹介しますんで、ぜひね最後までご視聴ください。で、今回は内ももとももの裏側というところを鍛えるメニューです。ももの前側というのは極力鍛えるメニューには入れないようにしてください。で、今回このちっちゃいボールを使っていきます。まずですね、太ももの内側を鍛えるメニューなんですが、このボールを挟みます。ちょうど真ん中ぐらいですね。挟んだらしっかり潰すんですが、足の幅は膝の幅にしておいてください。で、この状態でしっかり潰します。しっかり潰した状態でお尻を持ち上げて、この時につま先も浮かしておきます。で、しっかりお腹も引っ込めた状態でこのままでですね15秒キープしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、15秒経ったらお尻を下ろします。これを3セット行ってみてください。で、次にですね、内ももを使いながらももの裏をしっかり使う方法を紹介します。同じようにしっかり挟んだ状態でお尻を持ち上げて、今度は足をしっかり、左足を右足のももと同じ高さでお尻を持ち上げてキープします。この時に今回は足の裏をつけとくんですが、しっかり床を踏んづける意識をするとですね、右のももの裏をしっかり使ってる感じがしますので、上げてない足でですね、しっかり床を踏んづけて体を持ち上げてください。とにかく床を踏む意識です。これを10秒です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、今度は反対です。しっかり床を踏んづけます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10といった感じでやると、ももの裏がですねだんだんと熱くなってくる感じがわかります。ご視聴ありがとうございました。今みたいにですね、スクワットをするのではなくて、今みたいなシンプルな動きなんですが、ももの前側をしっかり鍛えていくと太くなる人が結構いますので、今みたいなシンプルな動きをしっかりですね、初めにやった種目、両足ついてお尻を上げるというのは15秒というのを5セットで、今みたいに片足を伸ばして10秒キープ、交互で1回としたらそれを5セットですという感じでですね、ぜひやってみてください。で、もものね、足を細くする方法というのは、とにかくですね、お風呂にしっかり使って、お風呂上がりにですね、ももを柔らかくするようにマッサージやストレッチを必ず行ってください。足というのは筋肉が硬ければ硬いほど太くなりやすくなってしまうので、常にねトレーニング以外では柔らかい状態がキープできる方が足は細くなりますんで、ぜひ心がけてみてください。ご視聴ありがとうございました。